実は日本では50人に1人が富裕層と言われています。お金持ちっていうのは質素倹約が身についてると思います。そして一般人もこれから金持ち富裕層になっていくということです。ライオン兄さんの米国株ファイヤーが最強ということで、今回のテーマはこちら。年収500万円で資産1億円以上の富裕層になった人たちの共通点ということで、このテーマについて動画を撮っていきたいと思います。どうですか皆さん、資産1億円以上の富裕層ってちょっと想像もつかない、このように思うかもしれませんが、実は皆さんが気づいてないだけで、富裕層の方っていうのはこの日本中にたくさんいます。そしてこの富裕層の数はこれからどんどん増えていくということで、ライオン兄さんのこのチャンネルの視聴者の皆さんも富裕層になる可能性があるー。いや、これ冗談じゃなくてリアルなんですよ。まずはこちらをご覧ください。まず富裕層をどのように定義するのかということなんですけど、金融資産が1億円以上、5億円未満、この層のことを富裕層と言います。2019年時点で日本では124万世帯ぐらいあるということですね。そしてその上、5億円以上の金融資産を持っている人たちのことを超富裕層とこのように呼んでいます。まあ、富裕層の下には準富裕層とかアッパーマッソー、マッソーっていうのがあったりするんですけど、実は日本では50人に1人が富裕層と言われています。しかも驚くべきはこちら、そのうち4人に1人は年収500万円以下の会社員だったということなんですね。この富裕層の数は増えてるのか減ってるのかということなんですけど、こちらをご覧ください。こちらは2005年から2019年のこのね、富裕層とかのね、数が増えてるかどうかっていうのをね、表している推移です。そうすると、まあ、富裕層のところを見ていくと、まあ、世帯数、それから金融資産ともに右肩上がりに増えていってるんですよね。これは超富裕層であっても準富裕層であっても、まあ、上がり下がりしながら徐々に右肩上がりに増えていってるっていうのが数字を見てお分かりいただけると思います。ということで、過去を振り返るとこれね、富裕層であったり準富裕層、それから超富裕層っていうのも増えていってるということですね。では今後未来はどうなるのかということなんですけど、こちらをご覧ください。こちらはクレディスイスのシンクタンクが2019年に発表したデータです。そうすると、まあ、世界でね、一番富裕層が多い100万ドルの資産を持つミリオネアが一番多いのがアメリカですね。その次に中国、まあ、日本は3位だということです。そして注目すべきは、2019年におよそ302万人いる日本の富裕層は2024年には516万人まで増加する見込みだということですね。これ 71% も増加するんですね。まあ、世界で見ても、まあ、一番下の部分ですけど、まあ、34% 富裕層の数は増加するということですね。で、なぜ富裕層が今後増えていくのかということなんですけど、これはいつも言ってる通り R 大なり G の法則です。まあ、金持ちは金持ちになり続けていくということですね。そして一般人もこれから金持ち富裕層になっていくということです。それは資産を持ってる人は資産バブルの恩恵を受けられるので金持ち富裕層になっていくということですね。こちらをご覧ください。こちらは1999年から2019年の世界の家計金融資産の20年間の推移です。そうするとその間何がありましたか。2000年頃にドットコムバブルがありました。そして2008年にはリーマンショックがありました。この2つのね、金融危機があったにもかかわらず、世界の金融資産っていうのは右肩上がりに増えていってるんですね。次にこちらをご覧ください。こちらは GPIF の2001年から2020年までの累計の収益額です。そうすると2020年なんか見てくださいよ。もうコロナショックの後ね、金融緩和してるから、もう資産爆上がり状態になってるっていうのがお分かりいただけると思います。ちなみに GPIF のポートフォリオはこちらです。まあ、国内の債券、外国の債券、外国株式、国内株式を、まあ、25% ずつでポートフォリオを組んでいるということですね。はい、ということでいろいろとデータを見ていただきましたが、2019年に50人に1人いた富裕層は、なんと2024年には24人に1人が富裕層になるということなんですね。その理由はなぜかということなんですけど、世界の富は増え続けているということですね。まあ、リーマンショックやドットコムバブルがありましたけど、それを乗り越えて、コロナショックもありましたけど、それを乗り越えて世界の資産額っていうのは増え続けているということですね。なので資産を持っている人はその資産バブルの恩恵を受けられると、反対に資産を持ってない人、貯金だけして
している人っていうのはこの資産バブルの恩恵を受けられないので、まあ、貧富の差が拡大しますよということですね。ではその資産何持てばいいのかということなんですけど、王道の資産を持ちましょう。具体的には株、債券、不動産です。ということで富裕層はこれから増えるんですね。資産を持っている人ということで、ライオン兄さんのこのね動画を視聴しているあなたも2024年には富裕層になっている可能性があるということなんですよ。俺は海賊王にはならず富裕層になる。はい、ということでね、一緒にお金の勉強をしながら頑張っていきましょう。では実際に富裕層、資産ね1億円以上持ってるようなお金持ちっていうのはどういう人たちなのかと、皆さんどのようなイメージを持ってますか？なんかめちゃくちゃすごいタワマンに住んでて、ね、フェラーリとか高級車に乗って六本木のクラブでシャンパンをシュポシュポ開けてるみたいなね、こういったイメージあるかもしれないんですけど、まあ、ライオン兄さんの定義では富裕層っていうのは2パターンあると思います。こちらをご覧ください。まあ、お金持ちには2パターンありますよということで、まあ、1つ目、事業で、まあ、大成功してね、賢くリスクが取れるようになり投資をして、まあ、もう1億10億100億と、まあ、なくなってもいいよっていうぐらいで投資して、まあ、それがねさらに大きくなって大金持ちになった、まあ、いわゆる超富裕層っていう部類の人たちですね。まあ、資産5億円以上のお金持ちっていうのはどちらかっていうとこの1番のパターンじゃないかなと思います。それに対して2番、支出を最適化して貯蓄率を高め投資に回して福利と時間を味方につけてお金持ちになった富裕層。特に今回の年収500万円以下で資産1億円以上作った富裕層、ファイヤーしてる人たちっていうのはこの2番のパターンが多いと思います。なのでこの動画を見てるあなたが、いや俺は超富裕層になりたいんだと思うのであれば、投資をせずにまずは事業からやることをお勧めします。そして事業を当ててから投資をすると、それが当たるとめちゃくちゃとんでもない大金持ちになる可能性があるということですね。いやいや僕は今の仕事を辞める気はないと、だけどお金持ちにはなりたいんだ、富裕層にはなりたいんだという方は2番のパターンのお金持ちを目指すことをお勧めします。ということで今回はね、まあ、日本では平均年収400万円ぐらいと言われていますので、まあ、多くの方が2番のパターンのお金持ちを目指すと再現性が高いと思われます。なので今回は2番のパターンでお金持ちになっている人たちっていうのはどのような思考でどのような行動をしたからその結果資産1億円以上の富裕層になったというところをね深掘りしていきたいと思います。はい、ここで皆さんお金の価値について考えていきたいと思うんですけど、金融の世界ではお金には現在価値と将来価値というのがあります。例えば誰しもがインデックス投資で手堅く 5% で運用できる場合、現在の600万円は30年後の2000万円と全く同じ価値ですよと、このような考え方をします。つまり現在この600万円で新車のアルファードレクサス買おうとした時に、ちょっと待ってくださいと、その600万円を車を買わずにインデックス投資にぶち込んでいた場合、30年後には2000万円になっていたということなんですね。もし600万円をインデックス投資にぶち込んでさらに毎月5万円を積み立て買いした場合はこちらをご覧ください。その場合30年後に資産は約5000万円になっているということなんですね。5000万円の資産があれば 4% でね運用すれば200万円資産収入不労所得が年間入ってくるということです。これはリアルにセミリタイアできる数字ということですね。つまりどういうことかと言いますと、まあ、家とか車とかそういったね高価なものを買うときにちょっと考えてくださいということです。もしあなたがそのね大金で物を買ってしまうと人生のうちでリタイアできる期間が伸びちゃうよということですね。つまりお金イコール時間です。物を買うときは自分の人生の命である時間を差し出しているということをね考えてくださいということです。いやいや僕の持ってる家や車は資産ですよと、負債じゃありませんよと、このようにね言う方もいらっしゃるので、それは買った時の値段より売った時の値段が上がっていくならそれは資産と言えます。ですけど多くの家や車は買った時より売る時の値段が下がってしまいます。この売る時の値段が下がってしまうものにローンで買っていたらそれは負債です。わかりやすく言うと新車のアルファードを買いました、これ5年10年乗りました、売る時に価格はねもう半分とかね下がってしまいます。これ資産価値下がってますよね。ですけど限定のフェラーリを買いました、1000万円で買いました、売るとき1,200〜1,300万円になりました、これ価格が上がってるからこれは資産と言えるということですね。家の場合も一緒です。こちらをご覧ください。これを見ていただくとマンションの部分だけね、右肩上がりに上がっているっていうのがわかると思います。都内の立地のいいマンションっていうのは資産価値がね上がって
ってるんですね。それに対して戸建ては全く上がっていません。つまり地方の戸建てを買った瞬間にもうね 30% ぐらいはね上乗せされているんで、営業代とか企業の広告費とか乗せられているんで、買った瞬間からねもうマイナスなんですね。そしてそこに10年20年30年住んで売るときは買ったときよりねかなり価格が下がってる状態になると、そういったものにローンで買っていたらこれは負債になっちゃいますよということですね。一方都内の立地の良いマンションを買っていた場合、もし仮に5000万円で買っていたとしても売るときに7000万円で売れる、これは資産と言えますよということで、家と車はこれ資産なのか負債なのかっていう判断はリセールバリューで考えていただければいいと思います。ちょっと話がそれましたが、年収500万円以下で、ね、資産1億円以上の富裕層になるような人たちっていうのは、現在のいい家に住みたい、高級車に乗りたい、ブランドの洋服が着たい、こういった現在の物欲を抑えてそれを投資に回せるような人たちが富裕層になれますよということです。まあ、この考え方を現在バイアスというふうに言うんですけど、こちらをご覧ください。例えば健康というところをね、見ていった時にタバコを吸うっていう行為は、まあ、将来の健康を害するっていうことに目をつむって現在のこのねタバコを吸うっていう気持ちいい行為をしてしまう。家や車や高級品に使うっていうのも一緒ですね。資産運用していた場合の将来の価値に目をつむって現在の物欲に負けて、まあこういうものをね買ってしまうというのは全く同じ考え方ですよということです。繰り返しにはなりますが、年収500万以下で富裕層になるような人たちっていうのは現在の車が欲しいっていうね、こういった物欲を抑えて投資に回せる、こういった人たちのことですよということですね。まあ、これは健康に関しても同じことが言えます。例えばライオン兄さんの場合は20代後半でジャンクフードはやめました。そして35歳でタバコをやめました。38歳でラーメンをやめました。40歳でお酒をやめました。ということでこれはね健康のためにやってるんですけど、現在の体に悪いけど美味しいもの食べたいとか、体に悪いけどお酒やタバコをやりたいとか、まあ、そういったものを我慢して将来の健康を手に入れる、これと現在の物欲を我慢して投資に回して早くリタイアする、この考え方は一緒ですよというところですね。まあ、最後にまとめますと、お金持ちっていうのは質素倹約が身についてると思います。まあ、もしよかったらね、隣の億万長者という本を読んでみてください。お金持ちというのは質素倹約が身についていて、そのね習慣をちゃんと守ったことによってお金持ちになった、そしてお金持ちになってからも質素倹約が身についているので散財などはしませんよということですね。特にめちゃくちゃケチで何も物を買わないとかそういったことではなくて、無駄なことには使わずちゃんと価値のあるところにはお金を使っていくということですね。まあ、メリハリがついているということです。はい、ということでいかがだったでしょうか。なんかお金持ちになるためにはケチケチしないといけないのかな、こういった風にね思った人もいるかもしれないんですけど、そういうことではなくて、使った以上のリターンが得られるかどうかっていうのを考えていく必要があるということですね。例えば家や車の場合だったらリセールバリューのことを考えるとか、もちろん金融投資に対してもリターンがあるかどうかっていうのを考えていかなければいけないということですね。物に消費する時でも一緒です。価格以上の価値があるのかっていうのをお金持ちは常に考えるということですね。まあ、動画の中で世界の富は増え続けていってるということなんですけど、具体的にどのように運用したらいいのかというところなんですけど、こちらをご覧ください。そうするとこれはね世界の ETF の純資産残高の推移ということなんですけど、まあ、2000年頃はね ETF の純資産残高のほとんどないんですけど、ですけど2020年に向けて右肩上がりに成長していってるのがお分かりいただけると思います。世界のこの富裕層たちっていうのも ETF で運用している人が多いということです。なのでこのね ETF で運用する方法について無料オンラインセミナーを開いております。あと私の YouTube チャンネルをご視聴の皆様に長期投資の教材とビジネスで自動収入を作る動画を無料でプレゼントしております。無料セミナーと無料プレゼントについては概要欄をチェックしてください。今回の動画が良かったと思われた方は高評価ボタンとチャンネル登録、そしてチャンネル登録の通知ボタンも登録していただけると嬉しいです。意見や感想などありましたらコメントもお待ちしております。また SNS などで拡散していただけると嬉しいです。2024年に向けて富裕層になる人が増えるということなので、このチャンネルを見て富裕層になったよっていう人をね答え合わせしたいと思いますので、それに向けてねみんなで頑張っていきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。